皆さんこんにちは。いつも動画を視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、激震に備えろというテーマで、またこのような内容についてお話をしてまいりたいと思いますが、ちょっと株式のところをご覧いただきますとですね、アメリカニューヨークの株式の方は、昨日おとといと大変な下げを示しておりまして、もう23,500ドルぐらいですか、後ほどお伝えをしますけども、予想通りの展開になっています。1月の26日をピークに、方向性が完全に変わったと思いますよと、1月2月とお話をしてまいりましたけども、完全にその方向へ向かっていると思います。ぜひ、為替、株価、不動産、金利、金までまたお伝えしてまいりたいと思いますので、しっかり何回も復習をしていただいてですね、資産運用に役立てていただけるとありがたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。